宝石の力で傷は塞げた。リッカとお店のおじさんに感謝ね。アクリッチはもういないみたいだけど、まだ魔物がいる。ドレインクリスタルから魔力を得たとはいえ、厳しいわね。この状態で地上にたどり着けるかしら。いや、必ずたどり着いて、リッカのところへ行くのよ。羽ばたけて飛んでいけそうだけど、いつまで体力がいつかわからないわね。
なに勇ましく向かってくるなんて、あの妖精さんのおかげなのかしら。素敵なお友達ができたのね。もしかしてもう私がいなくて大丈夫なのかもしれない。もう一度。
ゴブリン、数が多いわね。砦の隊長なんて務まるわけない。
Mm-hmm.